おお、なんかすげえぞこれ。はい、皆さんこんにちは、ジョイゼロさんです、今日はですね、お地下ラーメン行ってその後通潤橋に、行きたいと思います。はい、というわけで、ぶっちゃけですね、出雲神社行った後にそのまま行ってます。日本撮りでございます。まあ、お地下ラーメン自体はですね、ちょっと前から行きたい行きたいと思って行きながらですね、なかなか、機会がなくて、もっとこれ右か、行けなくてですね、まあ、今回大和町の方に来てるということで行ってみようと思って来ております。まあ、通潤橋はついでですね。まあ、ただどのぐらいまで工事が進んだかちょっと見てみたい気がするんでですね、ちょっと、しっかりと行って、まあ何かお土産も買って帰ろうかと思います。はい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 、はい、しかしここもいい田舎道ですね。あー、これ綺麗綺麗。いやー、こういう棚田とか段々畑とか茶畑とかいいですね。僕も老後はこういうところでゆっくりしたいですけどね。農作業はしんどいから嫌ですけど。これで左、なんかちょっとでかそうだな、道的には。ようやく山の中から出てきた感じですかね。何号線だろう。よしよしよし、一時停止、右見て左見て右見て、よし。どの道でしょうね。多分走ったことあると思うんだよな。あ、道の駅通潤橋も出てますね。だいぶ下るんだな、通潤橋。あ、出てるやつですね。通潤橋の近くにキャンプ場あるんですね。それは知らなかったわ。この辺だと、夏だとちょっと暑いだろうな。はい、すみません。やっぱ春秋ですね。よしよしよし。でもこの辺の、商店街というか街中はですね、こうそこそこ古い感じがして雰囲気あるんですよね。非常にいい感じです。なんかやっぱこう新しい建物もやっぱそれっぽい作りにしてるんですね。さっきちょっとあった建物、ここもほら、これなんだろう。なんか加藤清正みたいなのがいたぞ。ちょっと見に行こう見に行こう。もうあのすぐそこなんですけどね。目的地はちょっと気になった。というわけで戻ってきました。これこれ、ちょっと向こうにぐるっと回って、よいしょ、あ、ちょっと来ちゃった。一旦こっちに入れよう。はい、ちょっと、というわけで戻ってきました。ちょっと気になったんで。おお、すげえ、ごっつ。多分加藤清正だと思うんですけどね、槍持ってし、兜もそうですね。わあ、八作祭り大作り物がや。あ、これは八作祭り出すんですね。あ、すっげえ。ということはこれ担いで歩くのか、すげえな。よし、さあ、じゃあ何か分かったんでですね、行きましょう。お地下ラーメンはここから、200メートルぐらい、300メートルかな、もうほんとすぐそこです。この先ですね、どっかでも上がるんですよね、これかな。うん、これだ。曲がって、この辺左を、あ、これだ。やってんのかな。よし、よし、これちょっと、そしたら、はい、というわけでお地下ラーメンで、特製ラーメンをいただきました。いや、非常に美味しかったですね。熊本ラーメンです、本当に。ちょっとですね、豚骨に素揚げしたニンニクを入れて黒くなったスープでですね、非常に美味しかったですね。これはまた来たいと思いました。
はい、次はですね、道の駅通潤橋に行こうと思います。おわ、ピカチュウがいる。大丈夫か。はい、ここからですね、もう2分ぐらいですね、数百メートルのところに道の駅通潤橋ありますんで、こちら行きたいと思います。よいしょ、道の駅通潤橋を着きました。いやー、晴れてるからいいな。ちょっと暖かいかなと思ってイージス脱いだんですけど、それはちょっと早かったです。寒いです。あー、まだまだですね、工事してますね。近くまでは、あー、やっぱり行けねえや、残念。よしよし。通潤橋の横にですね、こういう丘があってですね、そこにちょっと看板があるんで、来てみたんですけど、どうもこのお山は、お城跡だったみたいですね。1552年に最後の文献が残ってるらしいんですけど、この辺一帯の豪族だった阿蘇氏のお城だったみたいですね。それ知らなかったですね。その後、島津によって滅ぼされたんですね。でその後の城が、いまいちどうなったかっていうのは記録残ってないらしいです。知らなかったです。それとですね、こちらで売られている、トマトジュースと、柚子のジュースですね、地元産のもの、結構高いんですよ。1本200円します。こちらちょっと飲んでいきます。まずトマトジュースから、よいしょ、よく振って、じゃあいただきます。フレッシュなトマトジュースです。200円か。まあ余計なもんが入ってない健康代ですからね。はい、次に柚子のジュースですね。これもよく振って、よっ、はい、じゃあいただきます。あ、これうまいですね。トマトジュースはですね、正直噛んでもええやんけと思いましたけど、これはうまいです。これは200円、価値あると思います。決してトマトジュース200円の価値がないっていうわけじゃないんですけど、これは美味しいです。はい、道の駅通潤橋で、休憩をしてですね、お土産に干し柿とあられを買って、帰ります。干し柿ちょっと高かったです。1200円はちょっときついですね。でもですね、美味しいんでですね、帰って家族で食べようと思います。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では。